鏡の松の制作工程を紹介します。アトリエに運ばれてきた材木です。アトリエで大工さんが表面を加工している様子もありました。建物の中に入れる能舞台、いろいろな工夫があります。現在作っているのは動作液といって絵の具が安定に板につくための下地作りです。裏にも動作液を塗ります。今見えている穴は板と板を結ぶためのボルトの穴です。何度か同じ作業を繰り返します。動かしている板1枚の重さは約20キロから30キロの幅があります。均一な表面になるように丁寧に動作液を塗りました。準備ができた材料です。どのような松を描くか、若竹を描くか、いろんな準備を行いました。骨書き、地塗り、下塗り、描き込みといった伝統的な工程を一つ一つ重ねて完成に近づけていきます。天然の岩絵の具を焼いて多様な緑色を作りました。竹の上には金箔を巻き、砂子を作っています。金が発色をしました。若竹の完成です。続いて、松の製作に移ります。墨を使った骨書き、地塗り、現在地塗りの工程をタイムラプスで紹介しています。淡く緑色に見えているのは緑青という天然の鉱石から作った絵の具です。彫り塗りといって松の枝は塗らないようにしながら、他の部分を塗っていっています。続いて、朱土、赤土であったり、土から作った絵の具を松の、木の部分、それから緑青の部分には、藍と岩帽子を混ぜた草の汁といったような色で、説明的な描写を今深めていっています。続いて、垂らし込みという技法を使って、松の肌、表面をそれらしく作っているところです。陰影ではなく、松の量感を示す明暗もつけました。今作業しているのは、松葉を実際に描いているところです。筆の使い方の中に、松葉らしい表情を作る工夫があります。何度も松葉を描いて、たくさんの松葉があるという表現を行っています。全体に色が入りました。より完成に向かっての作業が進みます。粒子の大きな絵の具を塗って、全体をまとめる作業を行っています。全体がまとまったら再び松葉を一本一本描く作業に戻ります。何度も重ねることによって深い松の塊が表現できました。今描いているのは苔の様子です。アトリエでの作業が終わり、実際に飾られる天神内に運び込まれました。宮大工さんたちの手によって、能舞台に鏡の松が組み込まれている様子です。
最後の一つのピースが今組み付けられているところです。切り戸口の若竹も組み込まれました。能舞台の完成です。これがこの辺りで取れたイノシシの皮から作った煮皮、うん、はい、これ同じ？はい、全部そうです、はい、その乾燥の仕方がちょっとずつ違うのかな、うんうん、煮こごりと一緒なので、はいはい、1煎目、2煎目とか、緩くなっていくんですか？あのね、性質がちょっとずつ変わります。あ、なるほど、はい、次に何？あと、あの、ひなせだっけ？牡蠣？お、牡蠣の、そうそうそう、きびこふんという名前になってるんですか？はい、ブランディングがきびこふんの100、7マイクロですね、これが9マイクロ人間の手で乳鉢でするものよりもずっと細かい。人間がすると大きいものから小さいものまでのこう分布がばらける。だからそれがいいんですよね。そう。牡蠣を食べた後の殻を、うん、ほらクリエイティブリユース。本当にそうなんですよね。で実はそれは用途を調べると、うんうん、もう化粧ファンデーション。うん、そうですね。あの粉、要するに染料でつけて、うんうん、細かい200、うんうん、この7ミクロンとかもっとちっちゃいのもできるんだって。はあ、じゃあもうバッチリですね。そういうので科学的なものでは人工のものですよね。100度以上になると、要はコラーゲンの中の保水性を担保している部分が飛んじゃう。あの温度管理をして、保水成分を残しつつ接着というか、うん、タンパク質コラーゲンをどう作るかというのがワニ皮で、うん、西洋ニ皮は温度を上げていくことで、うん、固着力はあるんだけど保水性がなくなる、うん、でそのために柔軟性がない。先生のアトリエは実験室でもありますねなんかですよね、そんなことはないと思いますけどいろいろ、はい、ここの辺タオルがあったりで大体こう天然の絵の具で前に言ってた、すごい京都の緑って芳香堂さんの緑ってこれ、黄緑で、東京のやはり青みの強いものとはちょっと違う。能舞台の松も、はい、優しくて軽やかな、あれはだからいい感じの、あのやはり自然の色だから、ね、うん、柔らかくてね、はい、軽やかで、で、まあ、乳鉢で潰したり、うんうん、でこの辺はもう作らなくなっていった、これは硫化水銀、この塩を焼いたものですだけど職人さんたちが健康被害が出るっていうので、うん、だからもうこれは多分僕が学生時代に買って残っただけ、うん、民の炭が崩壊したカーボンとか民国が民の時代のすごいな、うん、それとか、あ、これは、お米のもみ殻のくんたんから作った炭を作りました。自家製、はい、すごい、でこれ岡山で作られた、はい、もちろん。でこれをまた細かく、うん、これをちゃんとすらしてで絵描かしてる。面白い、くんたんのくんたんの、まあ、あの集人機で取った細かいものだけです、うんうん、中にはだからケースも入ってる、いろいろ本当に、はい、だけどでもね、基本的にはだからあの天然の絵の具です、うん、でこの辺は、うんうん、アズライトとマラカイト11番を少し火で焼いた色、これを火で酸化させてこの色に変えてる。だからあの松の色あったでしょ、うん、松の色味をこのままだと生々しいのを少し焼いて積層化させて色を深くしてたわけ、うん、でそれに、こういう群青を、うん、これ自分で焼かれたの、うん、あ、そうなんだ。だって、ほら、あ、そういうので、わわあるでしょ、じゃあこのこう岩絵の具も買ってきたもの、うん、またさらに調整されてる。もちろんもちろん、だから少ない数で多様な色を作れる、うん、なるほど。じゃあ今はそうやって調整する人が少なくなったら、だから天然の具使う人が少なくなってる、あ、そっかそっか、っていうのは多様な色相というか、うんうん、西洋絵画のようになりたい日本画が増えちゃったから、うんうん、なるほど。いかに発色させるかっていうと、やっぱり細かくして不純物を取るんですよ、うんうんうん、でそれは、うん、今言った例えばこういうものができますよね、はい、これと煮皮とか蜂蜜入れてお皿に貼り付ける。はで貼り付けてグッて伸ばすとちぎれるじゃないですか、うん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 、だから半ば接着しながらこう潰して、ちぎっていくんだ、ね、そうそうそう、あ、わかりました。
でそれがこう固まるじゃないですか、うん、でお湯を入れて、うん、アクと一緒にゴミを取って残ったものがキラッて光る。これがそんなに 1g はないですけど、はい、僕ら0.4、1問目ぐらいですかね、うん、あ、そう、要はできるだけ一粒一粒に菌がつくように、うん、菌に似皮がつくようにこう伸ばしていくわけ、うん、伸びるんですね。伸ばすというか、要は細かくどんどんしていく、うん、細かくすると表面積が増えて、うん、でね、これでもまだ粒が大きいんですよ。電熱器も使うのっていうか熱をね、うんうん、加えるんですよ。こういう溶き方知らなくて、うん、本だけ見てる人って最初で終わったと思うから、うん、本当の金泥の色にならずに、うん、ねえ、結構入れてると思いません？ニカワ。でもニカワのねえ、それがどんどん乾きながら、うん、一度熱が加わるとね、それでどんどん乾いてくれるんです。うん、で、思う以上に2回入ったでしょ。はい、はい、もう7、8滴いってます、うん、で、それがこう、なくなる、うんうんうん、で、菌って重いんですよ、うんうん、だから接着力もないと取れやすくなっちゃうんです、うんうん、素晴らしい、こんな感じいいです。岩がやっぱり大きいですね、あの岩ね。でしょ、うん、何も運べない、ちょこちょここういう風な岩が残ってるのあるんですか、うん、だってこれ岩山だもん。あ、そうなんで、だから痩せた山なので赤松が生える、うん、自然の中にアトリエがあるっていうのもすごく大きなっていうか、それを求めて岡山に来たの。あ、そうなんだ。だから東京はやはり処理をするというか、うん、二次情報の場所というか、うんうん、まあ、ある意味で編集の場所、うん、だからいろんな価値観が集まってきて、うん、それをまあ処理をしながら、うん、で人が作ったものをたくさん消費するじゃないですか、うん、東京ではね、うん、だから植物を見たりとかって、ね、花屋さんに行ったら何でも買えるじゃないですか、うん、だけどあのちゃんと芽が出て伸びていくとか、うん、毎日の変化とかって、うん、なかなか東京って遠いですよね。近所のお庭とか見るのは好きでしたけど、うん、例えばね、木がもう目から伸びていくのをずっと追いかけるような生活っていうのは、昔の大正時代の人たちって東京に住んでてもそういうことしてるんじゃないですか、うんうん、で、そう、でそれが、うん、あ、まあね、昭和から平成にかけてどんどん街が変化する中で、で道具だとか材料は手がかりにできたけど、自分のインプットとなる部分っていうのが東京だと、なんか作り物をまた作り物で返してるみたいな気持ちがして、で、やはり自然のそばに来た、うん、っていうので結婚したのがコアアトリエを作るのです。こうもう光ってますよ ね、はい、ね、指を入れてでね、使うとこだけ溶けばいい、うん、あとは残しておけば、うん、真ん中のこっちは割と溜まってるからゆっくり乾いてますけど、葉っぱの方はスッと乾くから、そう、うん、本当だ、純金の色って、うん、やっぱり綺麗だと思いますね。そうですね。で、ここは六章とそれから、藍染めの藍とあと五分を混ぜたもの、うん、でここは、六章白緑という絵の具を火で焼いてグレーにしたものと五分を混ぜたものです。で今こうやって描いてる線があるじゃないですか、はい、これがあの松葉の描き方です。うーん、だからこれ今細かいですよね、うん、重いじゃないですか、はい、で粒が大きくて重いものをああいうふうに線が接続して描くためには、うん、スッと引いたのでは濃度が足りないので、うん、同じところを何度も引きながら、うん、でももっと早く一筆で描いたように見えるでしょ、うん、それがマジック、うん、今見せて描いてるからあれですけど、うんうん、
でも金綺麗だと思いません？綺麗です。すごい。もう乾いちゃいます、はい、ほぼほぼ。だからこういう発色してくれると嬉しいでしょ。うん、そうですね。とやっぱりその日本画とか呼ばれてるものの材料だとか筆だとか紙もほとんどが中国から来たものですね、うんうんうん、でところがやはり日本なりのこう洗練というか日本なりの使い方に変わっていくじゃないですか、うんうん、それはやはり水が潤沢にあったりとか森林資源がちゃんとあったりとか、それから花鳥風月じゃないけども自然と共に暮らすことが当たり前というか、中国もそういう地域はあるんだけどもやはり厳しいところがあったりとか、やっぱり大きいんですよね中国って。だから北宋と南宋でも全然文化違うし、だそんな中でどういうんですかね、文化風土とその美意識だとかその伝え方であるとか、っていうようなことも含めて何かその絵のことを探してる間にその地域のことを考えるようになったり国のことを考える、うんうん、で日本画っていうのがもともとその国の名前のついた絵画というのを考えた時に、うんうん、今言ったようなことを考えることを内在しているようなタイトルなのかなと、うん、日本画という言葉が、うんうん、だからね最近よくですね岡山画があってもいいし、はいうん、倉敷画があってもいいし、それこそ玉島画があってもいいっていうふうに、うん、その発想できるような要素を実は持ってて、ただそれが明治時代の頃にその国の名前のついた絵画っていうので、うんまあ、やった時にそんな疑わなかったかもしれないけど、うん、昭和とか平成になって、うんまあ、学芸員の方研究者の方々も定義できないからないんだ、うん、だから素材名に変えましょうっていうことで、うん和紙岩絵の具にかわとかっていうような材料名で表記するようになったんだけども、ね、日本画という言葉を捨ててしまうのはなんかもったいない気がしてて、で、逆にその日本画という言葉っていうのは地域を考えたりとかそのアイデンティティというか自分たちの美意識であるとかそういうものを問うためのキーワードなんだと思ったら楽しいんじゃないかと。